カムロ坂の桜カムロ坂は、東京都品川区西五丹田4丁目にある坂。山手通りのカムロ坂下交差点を坂したとして西へ上り、東京都道420号サメズ大戦線、武蔵小山方面へと抜ける全長約480メートル、最大勾配3.5%、幅は13メートルの坂。春は、道の両側に植えられた、桜並木が美しい。に面して、 品川区立第四日の小学校がある。カムロは、漢字でハゲと書くがこれは、ハゲのことではなく、個人名でもなく、江戸時代の高級遊女の召使いの少女たちを指して、ハゲと言った。伝承によるとカムロ坂の名称は、歌舞伎や浄瑠璃の題目として、有名な白いゴンパチ伝説にちなむものである。江戸前期、同じ藩の侍を着て、老人になった、元鳥取藩士。 平井ゴンパチが、その後江戸で、辻斬り強盗を働き、その罪で遠方七年に、鈴木森刑場において処刑され、目黒の霊法寺に葬られた。江戸において、平井ゴンパチと恋仲となっていた、吉原の三浦屋の遊女、小紫は、ゴンパチの処刑の方を聞いて、店を抜け出し、霊法寺に向かい墓前で、悲しみのあまり自ら、命を絶った。帰らない小紫を、心配した。 三浦屋の下女であった、カムロが目黒へと向かい、小紫の死を知った。その帰り道に、当地の付近で襲われそうになり、霧ヶ谷ぶたつ池に飛び込み自害した。これをしのんでカムロ坂の名称がついたという。また、同じ伝承から近くの高玉社学園付近の高台は、萩山とかつては言っていた。ありがとうございます。